杉村太蔵が DX を語る旭川ハルテの事例と題しまして、杉村太蔵さんにお話しいただきます。杉村さん、どうぞステージにお願いします。ちなみに杉村さんは今日午前中にご紹介しました K ナビの収録を終えてまいりまして、お話はきっとトーク力十分に温まっているところと思いますので、ご期待ください。ではお願いします。どうも皆さん、こんにちは、杉村でございます。今日はありがとうございます。私にいただいた時間は30分ということで、でその後、残り10分、何かご質問をいただければお答えをしたいなというふうに考えております。また日頃 K ナビをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。興味あるかどうかわからないんですけども、講演を始める前にですね、今皆さんスマートフォンお持ちだと思いますけどね、今スマホにはかなりいいカメラついておりますけど、今日私でよかったら遠慮なく撮ってもらって結構ですので、何も禁止するほどでもないなということでございます。それから録案録画に関しましてもどうぞご自由にやっていただいて結構ですので、というのはこの後これ YouTube で配信されますので、だったら撮らなくてもいいかなということでございます。でもし今今日経営者の皆様方多いということですので、何かツイッターとかフェイスブックとかインスタグラムでいろいろ情報発信されておられる方中にいらっしゃるかなと思いますけど、私の画像でよかったら遠慮なく投稿していただいて、今日何の縁でか杉村の話を聞いてきたと言っていただきますとね、普段より平均3件はいいね増えますから、大いにやっていただければなと思います。ありがとうございます。早速カメラがやっと1台が出始めましてね、こういうこういわゆるタレントの仕事してますとね、どうぞ写真撮ってくださいと言ってもたまにカメラが1台も出ない時ありましてね、これはこれで寂しいものがございます。でただ今日はですね、実は大谷翔平さんじゃありませんけどね、私もね、少々二刀流でございましてね、タレント杉村太蔵として、今日、お邪魔してるんですけど、もう一方でですね、株式会社ここ晴れて、ここに来ると心が晴れやかになってほしいな、そんな思いをつけた株式会社ここ晴れて、これ地方創生事業としてですね、手掛けている、その会社の代表取締役も務めております。で、昨年の7月にですね、旭川晴れて、旭川買い物公園でですね、商業施設を作って開業したんですけども、その取り組みがですね、もう徹底したデジタルトランスフォーメーション、もうデジタル化でやっております。で今日はですね、その取り組みを、ちょうど去年の7月10日にグランドオープンして、うまくタイミング1年、もう間もなく1年ということで、実際私自身がですね、旭川というあの地で、DX を推進していろいろ事業をやっている、その一環をお話しさせていただいて、ぜひ、後半いろいろご質問を受けたいなと思っております。で今日、ちょっとパワーポイントで資料ご用意させていただいたんですけども、ぜひですね、スマホで Yahoo でも Google でもですね、杉村太蔵と検索してみてください。杉村太蔵と検索していただきますと、杉村太蔵公式サイトっていうのがどっかに出てきます。いろんな記事も出てきますけど、杉村太蔵公式サイトっていうのは出てきます。でそちらをクリックしていただきますと、トップページに、この今日のですね、杉村太蔵が語る DX を語ると、まさにこの画面がですね、パワーポイントバナーが出てきます。そこをクリックしていただきますと、本日使用いたします資料がですね、出てきます。ですので、ちょっとこの正面の画面は見づらいなという方はですね、スマホでも、杉村太蔵と公式サイトで検索していただくとそこに出ておりますので、そちらに沿ってお話をさせていただきます。またですね、後半10分ほど質疑応答の時間確保してるんですけども、なかなか手を挙げてっていうのもですね、そこまでパワーいらないなと、使いたくないなという方はそこに問い合わせフォームがあります。そこにですね、質問事項をですね、記入して送信していただきますと、すぐに私のスマホにパンと飛んでくるようなシステムになっておりますので、講演中でもですね、何かこちらにメッセージをいただければ、回答させていただきたいなと、そんなふうに思っております。じゃあ早速なんですけども、話を進めさせていただきます。よくですね、地域活性化とかですね、いろんなこう言うんですけども、私もですね、議員時代にもうしょっちゅうですね、地方を活性します、旭川を活性します、小樽を活性化します、いろんなところでですね言ってきました。ところが大きな反省点としてはですね、皆さん地方活性化その定義って一体何でしょうかと、
その定義を具体的に示した、こういうことが地方の活性化なんだと、この町をこういうふうにするんだと、なかなか地方活性化、その活性化の定義っていうのをですね、示すことできなかったな、または示すことができてないんじゃないかな、まあ、そんな反省からですね、私自身はこの生まれ育った旭川を活性化しようと、じゃあその活性化の定義をまずしっかり作ろうじゃないかと、で3つですね、3つの指標を私自身掲げましたと。1つはこの旭川で新規の創業者が増えること、新しく会社作ろうとか、それからお店持とうとか、そういった新規の創業者が増えていくこと、でもう一つはですね、その新規の創業者が雇用を生んでくれること、新規創業者数、雇用数、そして彼らがビジネスで成功して税収が増えること、この3つのですね、指標がしっかり上がっていくっていうことが当該地域の、まあ、地方活性化としようじゃないかと。じゃあどうやったらですね、まあ、そんなことができるかねっていうことで、まあ、いろいろこう研究しました。でいくつか研究した中には、グラミン銀行って聞いたことある、グラミン銀行、2006年にですねノーベル平和賞を受賞しましたけど、バングラディッシュの貧困層を、まあ、劇的に改善した、マイクロクレジット、マイクロファイナンスっていう手法があります。これまさに、ソーシャルビジネスの走りのようなもんですけど、要はですね、無担保で低利の融資、少額、ものすごく小さな金額なんだけども、無担保で低利で融資します。その代わり、スモールビジネスを起こしてくださいと。まあ、パン屋さんとか八百屋さんとか分かりませんけども、無担保低利で少額の融資をする。このマイクロファイナンスとかマイクロクレジットっていう手法、これ非常に最初勉強しまして、面白いなと。それからもう一つは、行動経済学。もしですね、万が一成功したら大きな利益が出るかもしれない、だけど万が一失敗したら多額の借金が残ってしまいますよ、まあ新規起業する場合に銀行からお金を借りるっていうのはまさにそのパターンですよね。で今そのパターンが主流ですと。ただこうした時代でなかなかそのリスクを取れない、逆にプラン B としてもし万が一成功したとしてもそんなに大きな利益が出なくたとしても、大事なことは万が一あなたが失敗したとしても多額の借金は残りませんよというスキームをもし用意することができたならば、旭川みたいな地域でも多くの人が挑戦してみようかな、そんな気になってくれるんじゃないかなという仮説のもとですね、私自身がこの旭川晴れて、もう買い物公園シャッター街になって駐車場コインパーキングだけになってしまいました。本当惨憺たる状況です。で場所はあんまり良くないんですけど、五条のところにですね、まあ、まさに市役所のすぐ近く、オモセブンのすぐ近くに450坪タイムスのコインパーキングがありました。でこれを買ってそこにですね小さなお店1店舗あたり5坪とか6坪これを25店舗集結させて旭川晴れて屋台村っていうのを昨年の7月にオープンさせました。で大事なポイントはですね、今日ご説明したいのはその出店条件、この出店条件が、弊社のビジネスのまず大事なミソになります。まずですね、条件としてはもちろん年齢性別学歴経験不問ですよ、それはもう言うまでもありません。で次に敷金礼金保証金一切求めません、一切いりません、敷金礼金保証金一切いりません。で辞めたいときはいつでも辞めて結構ですよと、明日辞めると言っても違約金が発生しませんよ。で厨房機器で、それから何かいろいろ飾りますね、お店内装やります、現状回復義務も私は求めてません。でさらに、厨房機器、まあ飲食店やる場合厨房機器とかですね、重機、椅子テーブル、こういったもの標準装備は弊社でご用意します。で売上のですね 80% をお戻ししますと。だから7月1日から7月30日までの売上は8月末に 80% お戻しします、 20% は弊社で頂戴をしますよと。でこういうスキームを作ったらですね、敷金礼金も保証金もいらない、辞めたい時いつでも辞められて違約金も発生しない、
さらには原状回復義務もない、厨房機器も全部用意してくれる。これだったら南部旭川の人たちでもチャレンジできるんじしてくれるんじゃないか。で、一昨年ですね、もう2021年の8月に旭川市民文化会館の大ホールで、まだコロナだったんでね、間隔取らなきゃいけないってんで、この説明会を行ったんですよ。そしたら400名の旭川市民が説明会に来てくれて、うち84名が新規にエントリーしてくれて、で第7次審査まで行って、昨年の7月10日旭川晴れて屋台村がグランドオープンしたと。で、もともとはですね、これも皆さんのパワーポイントをご覧いただけますけども、こんな駐車場だったんですよ。もう何の輝きもない。これが昨年オープンして、まあちょうどオープンした開業の年日のイベントですけどね、大変大勢の方が来てくれて、まあこんなことをやりましたと。で、これ旭川晴れてと今度検索していただきますと、杉村太蔵公式サイトとは違って旭川晴れてという公式サイトを見ていただくと、この晴れての中身、それからインスタグラムでもですね、情報発信しておりますので、ぜひそちらをご覧いただきたいなと思います。で、この旭川晴れて屋台村の最大の DX ポイントって何かって言ったら、完全キャッシュレスでやってるんです。完全キャッシュレスです、ね、これはですね、やる前はもうみんなから、そんな旭川で現金使えないような店舗なんて誰が来るのよと、もう大変なですね、まあ、心配の声、特に金融機関を説得するのは大変でした、まあ、ちょっとお金借りたもんですからね、それから出店者も結構不安がってました。ただやっぱりこれは絶対できると、まあ後からその結果をご報告しますけど、で、完全キャッシュレスでやったことによって非常に良かったなとつくづく思うのは、まずですね、女性の出店者が増えたんです。だいたい4割は女性の新規創業者です。もう女性活躍推進と言いながらですね、なかなかその具体策がこう見つからない中で、なんで完全キャッシュレスにした女性の出店者が増えるの。これ夜遅くまで営業するじゃないですか、飲食店だと。どんなに夜遅く営業しても旭川晴れて行かれても現金はありません。ですからね、変なやつ来ないんです。もう強盗みたいな、まあ、まあ、なかなか強盗対策ってあれですけど、要するに変なやつが来ません。それからお店を経営していて、やはりじゃあ11時にお店終わります、そこから現金を数えなきゃいけない、そういったなんていうか、単にお店のサービスとは関係ない、ちょっとそういった事務的なコスト、これ全くかかりません。ボタン一つでその日のレジは閉めることができます。それして何よりもですね、お釣りの準備がいらない。これがですね、この完全キャッシュレスで、まあ、実現をできたことかなというふうに思います。で、この旭川晴れて屋台村で、とにかく新規出店者に敷金、礼金、保証金もいりませんよ。辞めたいときいつでも辞めれますよ。ぜひチャレンジをしてください。売上の 80% をお戻ししますよ。これが弊社のビジネスモデルのスキームの一番肝のところになります。そうするとですね、この完全キャッシュレスでやらないと、なかなか各店舗の売り上げをしっかり把握しないと、このビジネスが成り立ちませんと。で、要は DX のやっぱり一番の狙いって、情報共有と情報管理のコスト削減。まあ、これがやっぱり一番大きいんだろうと。まあ、ちょっと話ずれますけど、デジタル庁がマイナポイントで不正がありましたと。マイナンバーも情報共有が一番の肝でしょうと。あんたとあんたの番号で医療情報、年金情報、労災関係全部分かりますと。省庁が情報共有しやすい状況にするっていうのが、あのマイナンバーデジタル改革の一つのポイントだと思います。ところがですね、一番頭にくるのはマイナンバーのミスではありません。もうこれはね、ヒューマンエラー出ちゃうんです。1人12桁で申請登録で、ミスは出てしまうのはこれはしょうがないと思うんですけど、自治体のミスが発覚してからデジタル庁が把握するまで4ヶ月かかってるんです。
情報共有が肝だって言ってるのに、そのミスが共有されていないっていうのがですね、非常に私は問題なんじゃないかなと思います。で、今回旭川晴れて屋台村の一番重要な情報って何かって言ったら、繰り返しになりますけども、各店舗の売り上げなんですよ。各店舗がいくら売り上げてるのか、これを共有してもらって、そしてこの各店舗の売り上げを管理できるかどうか、しかもそれが正確であるってことですね。そして漏洩しない、安全性も極めて重要です。で、さらには売上報告してくださいと、売上報告に10日も2週間もかかっていてはこのビジネスは成り立ちません。今この時点で6月6日15時15分の段階で A 店舗 B 店舗 C 店舗全ての売上が私の手元で分かるようになっています。迅速にこの情報が共有され、まあ、管理ができると。で、何よりもですね、 DX は利便性、便利でなければならない。で、この DX を推進する上で僕自身が一番苦心しているのは、これ便利でしょと、便利なんですよ、お釣りもいらないんですよ。これを DX をすることによって、完全キャッシュレスにすることによって、何よりもあなたが楽なんです。そしてこのシステムができるんです。この利便性をですね、感じられない DX っていうのはやる必要はないんじゃないかなと、まあ、そんなふうに私は考えています。まずは正確であること、そしてセキュリティ上安全であることで、アクセスできる権限、このアクセス権限を絞ってます。だから、で、アクセス履歴もきちっと残るようにしています。ですので、まあ、実際私とその他数名しか、このアクセスはできませんと。で、この4つが非常に重要かなというふうに思います。